若き日の三条耳三条耳は、日本の苦行、政治家。遺械君当社区位は、正一くらい大君以降尺。合針堂。変名は、那シ制裁。幕末には、尊能上位、倒幕派の中心的な人物であり、明治維新後は、元君の一人として、右大臣、大乗大臣、内大臣、貴族院議員などを歴任した。 内閣発足以後の内閣総理大臣も、兼任している。天保八年、九行三条、佐熱務の三男として生まれる。幼名は福丸。性質、山内の子の子であったが、三男であったため、三条家所流である、花園構想の養子となる予定であった。幼い頃から聡明であると知られ、また、福丸の教育係であった、樹者、富田織部の影響で、 尊能意識が高かった。安政元年2月、時系で三条位への死士であった三条公僕が創生した。高圧氏には着志公安氏がおり、本来であれば高安氏が継ぐはずであったが、富田織部の強い政挙によって4月に死士となった。8月には元服し、耳と名乗った。美の字を使った名乗りは、本来、吉や、春と読むが、さ熱つはこれを意味。 呪者池内大学の勧めにより、耳は、サネトミと読むこととなった。またこの際に、高安氏を養子として迎えている。サネツムは、上位達成のため、土の絵馬の密着発出の立役者となったことで、幕府に迫害されることとなる。安政5年10月23日、父、サネツムが隠居、撤居し、富田織部など三条家の侍も多く逮捕された。 このような状況下で耳ミミは、正式に三条家への家督を相続したが、翌安政6年4月には佐熱務は出家、禁親に追い込まれ、10月に死去した。文久2年、島津久光が上落すると、耳ミミは活発な活動を始めることとなる。5月10日には、久光の意見を入れるとともに、関白、九条久忠を速やかに退任させ、急礼にとらわれず、 韓白を選ぶべきであるとする上書を提出している。翌日には、国事初期語用に任ぜられ、朝廷の中枢に触れることができるようになった。耳を引き立てたのは、サネツムの教えを受けた、中山忠康や、新類筋の大木町三条サネナルであった。本来耳は、後部合体論者であったが、一向に上位に進まない幕府への不満を募らせていた。この時期には、平野国臣の、 バイフクロンを筆者するなど、尊上派の志士との交流を深めるようになっていた。7月から8月にかけては、後部が大派の苦行であった、内大臣、小賀の剣通り岩倉ともみをはじめとする四官二品を激しく攻撃し、失脚に追いやった。さらに父、佐熱武の養女を妻としていたと左藩の山内陽道に働きかけ、藩主、 山内豊藩と共に上落させ、土佐藩を中央政界へ進出させた。この時期、ミミラをはじめとする朝廷の権力を増大させようという朝廷改革派が勢力を伸長したが、上位論者ではあるが幕府への体制委任論の立場に立つ公明天皇の考えとは大きく異なるものであった。8月には、長州藩と土佐藩が、 14代将軍の徳川、家持ちに上位を再度督促する直使として、耳を派遣するよう運動を開始した。6月には、大原重徳が、薩摩藩の運動によって派遣されたばかりであり、両藩の動きは、薩摩藩の影響力を削ぐ狙いもあった。8月10日、耳は、上位督促のための直使を再派遣する、意見書を出し、10月には、直使の精子として、 福祉の姉が孔コーチと共に江戸へをもいている。ミ,ミと長州藩の関係は、この頃から密接となった。12月9日には、国事御用係が設置され、ミ,ミはその一員となった。この頃、ミ,ミは、この絵忠夫さんに対し、昔は、のでしたから、また、武蔵野となってもよいでしょう。と方言し、この絵の怒りを買っている。また、薩摩藩や少連院宮、 孫悠入道親王に不満を言い募るなどし、両者の不信を買った。ミミは、竹市半平太の土佐金納等によって、土佐藩をまとめ、長州藩と共に、薩摩藩に圧力をかけるべく動いていた。当時、大久保利道は、流しの暴雪によったと評している。文久三年正月二十三日、親薩摩派の関白、この田は、ミミらの攻撃に耐えかねて辞職し、 長州藩士を多く出入りさせていたため、長州関白と呼ばれる、高塚佐助弘が次の関白となった。2月20日には学習院で学ぶ公家たちに、総毛の志士が自治を権限することが許されるようになり、公家たちが尊上派の影響をさらに強く受けるようになった。2月22日には、尊上派公家の押し上げにより、将軍後見職の一橋義信に、 上位期限の相乗を求めることとなった。この交渉役に選ばれた耳ミミは、吉信を激しく攻め立て、4月中旬を上位期限とする、現地を取った。高津瀬関白は、高齢で地震に欠けるところもあったために、耳ミミら尊上迫毛に抵抗することができず、耳ミミは関白殿下ですら時に屈従すると言われるほどの、牽勢を誇った。この状況を憂いた、昭院宮は、 山内陽道に耳の説得を依頼したが、効果はなかった。当時は、尊上派氏の活動が、過激化しており、耳の死だった、池内大学ですら殺害されるほどであった。耳は陽道に対し、志士たちが強く上位を迫る状況を説明し、夜神の上をも推察せられた死と訴えている。2月21日に耳は偽装に認ぜられ、病気を理由に辞退したい胸を述べたが許されなかった。 3月4日には将軍家持ちが上落し、ミミラ尊上派は圧迫を強めた。3月11日には上鴨神社、下鴨神社への上位祈願の行行。4月11日には岩清水、八幡宮への行行が行われ、上位を迫る将軍への圧力となった。岩清水行行の当日、公明天皇はめまいのために延期を求めたが、ミミは許さず。 無理に面会を迫って、下病かどうかを問いただしたという。ついに5月10日をもっての上位結行を約束させ、その当日には、孔明天皇に、章度と化しても開校しないという直を出させた。島津久光、松平春学、山内陽道といった、後部が大派系を去り、長州藩と尊上派によって京都はほとんど、掌握された。しかしこの状況には、 公明天皇ですら不快感を示すようになり、尊上白毛を暴論の道場と呼ぶようになった。幕府は上位白毛の筆頭である耳と姉賀康治高知の怪獣を図ったが耳については効果がなかった。一方で姉賀康治は大阪で勝海州と議論したこともあり、開国に傾いたという噂が立つようになった。5月20日夜、耳と 姉が孔子が揃って五所を退出し、耳ミミは古紙で、少年院宮邸に向かうために別れた。その後まもなく、北に向かっていた姉が孔子は、作兵門外で暗殺された。耳ミミは、少年院宮邸を目指して、東に向かっていたが、家臣が不審な人物を目撃した。家臣の戸田川学は、実際の時間より遅い時間を告げてミ、耳ミに訪問を諦めさせ、規定させた。 自宅で姉が工事遭難の方を聞いた耳ミミはすぐに姉が工事邸に見舞いに向かっている。姉が工事暗殺犯と見られたのは薩摩藩の田中新兵衛であった。長州藩と耳ミミは薩摩藩排除に動き、さらに長州藩が直接朝廷に献金できるよう取り計らった。しかし、公明天皇は耳ミミによる薩摩藩排除の動きは偽直であり、早々に耳ミミと 特大寺さね音を、早々を取り除くべきであると、省令院宮に伝えている。県政の頂点にあった耳だったが、薩摩藩の調査によれば、耳は過激派の言動に引きずられて、今更意見を変えることもできないと嘆き、格気がひどくなったこともあって、屋敷に引きこもりがちとなり、出家頓生したいとこぼしていたという。6月、久留米藩より、尊上派のイデオローグである。 牧田持信が上落して学習院御用係となり、耳ミらミに直接影響を与えるようになった。牧は、百敗一世を唱え、上位のための準備が整わない状態であっても、天皇が先頭に立って上位申請を行うことによって、世の中の動きが変わると主張していた。牧を防震とした耳ミミは、長州藩と共に上位申請のための山と行行行計画を立て、 朝廷の方針となった。しかし、公明天皇は、行行を望んでおらず、朝礼イングルと薩摩藩に対して、救いを求めた。朝礼にイングル部合体派の皇族、九行、薩摩藩、京都守護職である、松平片森の合図藩らは連携し、長州藩と尊上派排除のためのクーデター計画を、進めた。8月13日、 上位申請のための大和行行を行う御事の折が出された。ところが8月18日朝、薩摩藩と藍津藩などの兵が御所の旧門を固め上位急進派の公家を締め出した。耳の屋敷には、草加玄瑞や宮部慶蔵肘方久本と御神兵が駆けつけた。耳は状況を把握するため、関白高塚査定に向かい、三条西末とも四条高太 東久世道富、三分元大佐、西木孝治よりのり、沢信義と出会ったが、肝心の高塚佐関白は三大したまま、戻っていなかった。やがて彼らは三大を停止されたことを知り、長州藩も御所の警備から排除されたことが伝わった。牧や長州藩士と協議した後、一旦無用法院に移り、ここで七今日は、長州藩に向かうこととなった。月日未明、 七日は、京都を出発し、長州藩に向かった。慣れない徒歩のために三条は、足から出血し、戸田が倉は住民を脅しつけて、籠を用意させた。一方で、徳島藩、広島藩、津和野藩に対し、義兵を挙げるため長州に勇士を募る激文を送っている。8月21日には、港川で、楠木正きの墓に参拝した後、兵庫港から船で、 長州を目指した。8月24日、許可なく京都を離れたことによって、ミミラ7京は下位を停止され、長州藩は京都での勢力を失った。長州藩の上層部は、当初7京を迎え入れることは望んでおらず、反社会で抑留して、帰郷を勧告するつもりであったが、8月26日と8月27日に7京を乗せた船が、 長州藩領の三田尻ジ港に入港した。このため、長州藩は七郷を品格として迎え入れることとなり、皇帝である三田尻お茶屋の招き見学を彼らの館とした。この頃土佐藩士の中岡慎太郎は土佐藩で土佐勤労党が排斥されたこともあり、七郷の参加として動くこととなる。三田尻で七郷は、騎兵隊を護衛とし、高杉作桜と、 武力状況について協議している。9月28日には、平野国臣が訪れ、放棄のために七今の一人を首相とした意味を告げられた。協議がまとまらないうちに、沢信義は一人脱走し、平野と共に幾野の変を起こして失敗することとなる。現時元年正月、長州藩は陸系を三田尻から山口の近郊に移すこととし、 耳の実は、湯田村高田に移った。ここで当初は、草刈り東の屋敷に滞在し、間もなく井上文太の実家に移った。ここでは、耳のために離れが建設され、何到底と名付けられた。正月27日には、公明天皇から奈良京都長州藩上位派を批判する、御事と乗り旨が出された。これは、耳らが下船な上位派の暴説を信用し、 公明天皇の命を勇て軽率に上位と倒幕を行おうとしたとし、長州藩の尊上派も必ず罰せずんばあるべからずと批判されていた。長州藩は藩主夫氏と御教の斜面を求め、朝廷に働きかけていた。ミミラ御教もこの動きを支持し、7月の藩主夫氏の状況と時を同じくして、刑を目指した。7月21日には、 さぬき国多津に到着したが、ここで金門の変の廃法を聞き、藩主夫氏と合流するために共に向かったが出会えなかった。長州藩士の野村康氏は、内向筆氏の長州藩に戻るよりは、勤能派の強い岡山藩などに逃れるよう進めたが、耳は、藩主政氏貞弘とは、身体を共にすると訳したと言って謝絶し、上野関を目指した。第一次長州征伐が迫る中、 さらに、長州には、下関戦争による四カ国連合の攻撃も加えられた。五教は、長州藩と市政存亡を共にする決意を固めていたが、教順派が台頭した藩内では五教を引き渡すことも検討されていた。高杉晋作らは一時五分京を外国に留学させようとし、耳も一時欧奪したが翌日になって、 断りを入れている。長州西伐総督府は五教を、それぞれバラバラの藩で預かる方針を決め、説得役を福岡藩に依頼した。五教は、条件として、藩主夫氏の社面と京都の尊上白毛の処分解除を求めて交渉していたが、次第に藩内でも五教の立場は悪化していった。尊上派の長州藩所帯は五教引き渡しと、解体方針に反抗し、 五郷と共に、長州藩士藩の長府藩に移った。中岡慎太郎と政党総督府、西郷隆盛の交渉の結果、一旦五郷を筑前に移すことで合意が行われた。慶応元年正月15日、五郷は福岡藩に上陸し、宗方の唐津街道を赤間宿に1ヶ月間宿泊を経て、2月13日に太宰府に到着した。五教の身柄は、 福岡藩が預かるが、薩摩藩、久留米藩、熊本藩、佐賀藩が人を派遣し、費用を提供するという形になっていた。5郷の遊兵先は、太宰府天満宮の別途を炎上院員であり、ここで、学問や体の鍛錬を怠らず、日々を過ごすこととなる。また、福岡藩尊上派の早川守隆が、薩摩藩と長州藩の提携を模索すると、中岡慎太郎や、 耳も共鳴し、桂小五郎に対して、薩摩藩への認識を改めるよう伝えている。桂は、薩摩藩を信用するかを、上皇御名察を通じて見定めるとしており、この後も、坂本龍馬、伊藤俊介、井上文太らと面会して、薩長同盟成立の立役者の一人となった。慶応二年には、幕府から使者が訪れ、故郷を大阪に移すよう求めてきた。 しかしミミラは死をとしてでも動かないと決めており、薩摩藩、熊本藩も強行に反対したため幕府は手が出せなかった。この頃になると幕府の失墜は明らかであり、炎上院は多くの訪問者で賑わいを見せるようになった。慶応三年、中岡慎太郎は京都の公家と耳ミミを連携させる案を模索していたが、その候補となったのが、かつての政敵である岩倉と美であった。 耳は岩倉が、かつての、大干物であると難色を示したが、岩倉の園籍である東、プゼ道チの説得で提携を受け入れることとなった。慶応三年十月二十七日、大政奉還が成立し、十二月八日には五教の、斜面と福井が達成された。十二月十四日にこの知らせを受けた五教は、十二月二十一日に、出校し、長州藩を経て上、上落、 12月27日に散内し、議定に任せられた。反爆派の大物である三条の復権は、朝廷内における薩摩、長州の力となった。翌慶応4年には、岩倉と共に新政府の事実上のトップである副総裁の一人となり、外国事務総督を兼ねた。この時期堺事件の対応にあたることとなり、開国和親の布告の作成にも携わるなど、 かつての上位方針を完全に捨てることとなった。母親戦争においては、関東観察士として、うるー4月10日に、江戸へ赴き、将棋隊の討伐を目指す大村増次郎を支持した。明治2年5月24日、右大臣、赤八州陳将となり、5月29日には、管理公選によって、スケミに選出され、7月8日には、申請の右大臣となった。 7月15日に、江戸が東京と解消され、陳務府が置かれると陳貸を兼ねた。ミミは、岡谷茂美の意見を受けて、東京への単独戦闘を主張し、これを実現させた。ミミは、東国と欧州を重視しており、たとえ、警察を、質とも、東京を失わざれば、天下を失うことなしと述べている。徳川総家や、 奥右越列藩同盟参加藩への処罰では厳罰を主張し戦後の国高を低いものに抑えた。また箱館に籠る榎本武明を討伐する総督として前将軍徳川義信を起用する策が検討された際には秘策を用いるべきではないと反対している。明治4年には制度改革により大乗大臣となった。この大乗大臣は 立了下のものと異なり、天皇の代行者としての役職であり、満期条項に決される体制を目指したものであった。ただし、耳の役割は自ら政策を主導していくというよりも、調整役やバランサーとしての面が大きくなる。伊藤博文は耳が百官に尊重され、一度も悪評が起こったのを聞いたことがないと回想している。この年の11月21日には、 岩倉施設団の派遣が行われ、ミミは留守政府のトップとして、島津久光からの圧力、大乗関制の改革、台湾出兵問題、朝鮮との国交問題などの様々な問題に取り組むこととなった。明治6年政変明治6年6月、3位、板垣大輔が朝鮮への出兵を求め、西郷隆盛は大使を派遣することを主張した。 西郷は7月頃から自らを施設として派遣するよう要求を始めたが、耳ミミは必ず殺されると反対した。しかし西郷は自ら耳ミミを訪問するなど圧力をかけ、8月17日には閣議で西郷の派遣が決定された。しかしこれは耳ミミが後に初発木等の軽率と認めるように、政官反対の立場に立つ耳ミミとしては失策であった。耳は、 明治天皇の元を訪れ、岩倉基調の後に熟議して決定するという、政談を受けた。内藤一世はこれは、耳の主張をなぞっただけではないかと見ている。岩倉の基調後には、政官反対派と西郷らの争いは、ますます激しくなり、政府分裂を恐れた耳は、10月15日の閣議で、西郷の案を決定し、派遣時期については、 軍備が整うまで決定しないという形で引き延ばしを図った。しかし、政官反対派の岩倉、木戸高義大久保利道が辞表を提出し、いずれにしても政府の分裂は避けられなくなった。心身ともに疲弊した耳ミミは10月18日朝に倒れた。耳ミミは胸の痛みを訴えており、家金良識は、強心症化、心筋梗塞内藤一世は、 かっけから来る心臓病ではないかと見ている。これを受けて、大久保は、岩倉を大表大臣節域とするよう働きかけた。岩倉は、聖寛論争を解決する方法として、明治天皇の政願を仰いだ。10月24日には宮中に影響力を持つ岩倉の意見が通り、西郷らは政府を去った。耳も、人を伝えたが許されず、12月23日には、散大して、 辞表を提出したが却下され、引き続き大表大臣を務めることとなった。島津久光との対立明治7年4月27日、西郷なき政府の安定を図るため、保守派の重鎮である島津久光が左大臣となり、政府の大火政策を批判、撤回させるべく、動きを強めた。久光は、幕末以来の信仰を持つ家族を動員して政府に圧力をかけ、 明治8年には、大城大臣の権限を、左右大臣に譲らせるよう働きかけた。この動きは失敗し、10月19日にはついに久光は、耳を辞職させるよう上奏した。久光は、親しい有栖川のみたる人と新に裁定させる、ことで耳の辞職を勝ち取ろうとしたが、宮内教、徳大寺さねつねは、右大臣岩倉に裁定させるべきであるとした。 岩倉は耳を支持するべきであると想像し、久光の断崖は失敗に終わった。久光は辞表を提出したが岩倉によって差し戻され、10月25日の閣議で正式に面刊となった。内田政府、海田信義、奈良原茂も三条を断崖したが、いずれも退けられた。一方この頃三条家の家霊達が事業に失敗し、耳は 莫大な負債を抱えることとなった。もう都市家の支援で破産は免れたものの、三上家が負債を完済するのは明治38年のことであった。久そが去った後の政府は大久保の独断上となり、耳はその方針をほとんど支持している。参議の間で意見がまとまらない時には、大久保はほとんど黙っており、耳に議論の内容を伝えると耳は 大久保の意見はどうかと問うのが常であった。大久保の意見を耳が良しとすると大久保は耳の意見であると言って賛議をまとめていたという。明治11年に大久保が暗殺されると伊藤と大隈重信が実力者となったが明治14年の政変で大久がゲアすると伊藤の独断状となった。明治15年大一域課大受賞を受賞する。 明治18年には、大乗管制が廃止されて、内閣制度が発足したため、内大臣に転じた。この際、耳の急進、尾崎三郎は、大乗大臣辞任の撤回を耳に訴えたが、国家将来のためであり、他に、策はないと伝えて撤回しなかった。内大臣職はしばしば、耳を処遇するための名誉職と取られるが正確ではない。天皇申請の建前が取られた。 明治政府では、宮中において、天皇を保湿する重要な役割であった。薩長のバランサーとして、自らを位置づけていた耳ミミは、反発内部の混乱時に調整役としての力を発揮した。また、政変や重要人事に関する天皇の家紋に応じたが、内大臣としての職責ではなく、耳ミミ個人の人格に基づくものであった。 また耳は伊藤らの動きを阻害しないためあえて主体的な動きは取らず、宮中の保守派が政治に介入しないための重しとなった。内閣総理大臣を兼任明治22年、折からの条約改正交渉が暗証に乗り上げ、外務大臣の大隈重信が国家主義団体、現用者の団員に爆裂弾を投げつけられて、右足切断の重傷を負うという事件が発生した。 身体極まった黒田内閣は一週間後の10月25日全閣僚の辞表を提出した。ところが明治天皇は黒田清隆の辞表のみを受理して他の閣僚には引き続きその任に当たることを命じると共に内大臣の耳に内閣総理大臣を兼任させて内閣を存続させた。耳は総理大臣の職権の強さが 条約改正交渉問題の混乱を招いたとして、内閣職権を内閣官制に改めて当面の課題を解決した。同年12月24日、内務大臣、山形有友が総理大臣に任命され、第一次、山形内閣が成立した。ミミは、病を理由とする辞表を提出し、兼任していた内閣総理大臣を免税られ、内大臣選任となった。この期間、 一つの内閣が存在したものとして、これを三上暫定内閣と呼ぶことがある。以降内閣総理大臣の臨時兼任や臨時代理が制度として定着すると、この耳による総理兼任の背後事情は次第に過去の特別な例外として扱われるようになった。今日ではこの2ヶ月間に内大臣の耳が内閣総理大臣を兼任していたとはしながらも、それは 黒田内閣の延長であって、耳は歴代の内閣総理大臣には含めないとすることが、研究の修正となっている。首相官邸等で歴代内閣を表す際、山形は伊藤、黒田に次ぐ、第三大総理大臣とされる。五国寺内三条耳母母、明治22年2月11日の第二本、帝国憲法交付式典では、明治天皇の脇に控え、 憲法文を天皇に法定する役割を負っている。以降も、進化では最高の席次を持ち、最高位の行進として偶された。明治24年2月18日、インフルエンザ罹患により53歳で皇居。皇居の直前である2月17日には、明治天皇が親しく、見舞いに訪れ、小一くらいに除せられた。天皇は3日間の拝聴を宣言し、2月25日に、 国葬が行われることになった。当日の天候は晴天で気温も暖かかった。明治天皇は以降このような日のことを参上日和と呼んでいたという。また、国葬以外に各地で自発的に追悼行事も行われた。東京の急遽は目黒区目黒一丁目であるが京都御所に隣接した参上屋敷跡にあり、七、三熱無を祀っていたな敷神社に、 大正時代になって合詞された。墓所は東京都文京区大塚の五国寺にある。七郷地の途中、長州藩にかくまわれていた織の下避が萩市の明神池にある。井上公園には耳が使用した四尾の長寿鉢などが残る。また、宗方市の唐津街道を赤間宿に1ヶ月間宿泊した記念に赤間には五京生線の日がある。多在府天満宮の演寿王院前に、 七郷地石踏み、丁内に五郷遺跡石踏みがあるが、太財府市、築地の市周辺には耳に関係するものが残っている。本田達次郎は三千年に一人の大人物で、あるが、賢明であるかと思えば凡庸であるなどその輪郭は、補足が難しく、最も論評の困難な標本であるとしている。また出所身体が鮮やかであることや、西郷隆盛や大久保と道といった、 優れた英欠を操縦したことを評価している。藤原北家館陰流の弱流で、大城大臣まで承認できた、聖火家の一つ、三条家の生まれ。父像右大臣、佐熱無母と佐藩主、山内豊作の女、の子妻つま関白、高塚佐助弘の救助、春子男子三条組、三条、金照、川畑みのるえ女子、館員の都と日と新能日、千恵子。 毛利元モ公爵夫人、ミサコ、大谷公園伯爵夫人、秋子、平松次美、死爵夫人、高子、高倉厚丸死爵夫人、厚子用紙東三条、高安市、明治19年6月25日に配着。ありがとうございます。